あのずっとね楽しいだけの仕事だとね思われてる方もいると思うんですけどね、やっぱ結構ねあの嫌なことがあって、あの例えばね今日みたいねあの新ネタライブね、こうライブのために新ネタを作らなきゃいけないって時にすごくあの葛藤と不安と焦りとかいろんなことを織り交ぜてあの僕たち新ネタ作ってるんですね。あの今日はそんな気持ちを歌にしてきました。聴いてください、新ネタ1週間という歌で。今度の日曜日が新ネタライブだよ。新ネタ作る1週間。月曜日はネタ作り、面白いネタを作ろうと蔦屋に行って DVD 借りて4本連続で見た後に5本目の途中で今日は寝る。やっぱね、フォレストガンプって何回も見ちゃうよね。火曜日はネタ作り、ファミレスにこもって6時間、ずっと携帯見ていたら YouTube の犬がお手をしないっていう動画をずっと見ていて、帰って今日は寝る。あとあの鉄球をずっとバーナーで温めるっていう動画も見ちゃうよね。水曜日はネタ作りだけど先輩から飲みの誘いがかかってきて、すいません今日ネタ作りなんでいけないですって断ったけれど罪悪感、モチベーション下がって今日は寝る。もうね、先輩後輩の関係めんどくさいよね。木曜日はアルバイト、3日間ネタ作りに費やしたから、朝からラーメン屋でアルバイトの後に居酒屋でアルバイト、これはもうしょうがないから寝る。もうね、まあダメなんだよね、体がね。金曜日はネタ作りだけど昨日のバイトの疲れのせいで今日は寝る。やっぱ40超えたらダメだよね。土曜日になったけど台本全然できてない、ドンキに行って小道具探して面白そうな小道具見つかって、小道具買って安心したから今日は寝る。小道具買ったらねネタできた気になるんだよね。日曜日のライブ当日台本全然できてない、とりあえず小道具持って会場にやってきた、仲のいい後輩何人か集めてみんなにネタを作ってもらう、ライブが始まった、もうすぐ俺の出番だ、間に合うか間に合うか、新ネタ間に合うか、結局ありネタ。結局ありネタ。このライブでやってないネタは新ネタという認識でやらせてもらっています。新ネタアリーナとかどうでもよくて、あのお客さんが笑ってくれる、僕はそれが一番幸せです。ありがとうございました。